あなたはコーチングのプロです。これから私に様々な質問をしながら、私の強み、得意なこと、やりたいことを見つける手助けをしてください。最近あなたが笑顔になったエピソードを教えてください。得意なスキルとか趣味は、まあ幅広い業種や、業界や職種に活かすことができます。まあプログラマー、デジタルマーケター、ビジネスコンサルタント。はい、ということで、今回の動画なんですけど、今回はチャット GPT を使って自分の強みとかやりたいことを見つける方法ということで喋っていこうかなと思います。まあ、チャット GPT ね、ものすごい話題で、この前 GPT-4 が出て、さらにまた世界中が盛り上がったわけなんですけど、まあ、このチャット GPT の凄さって、まあ、その自然な文章を書ける。自然な文章を返してくれるっていうところ、めっちゃすごいんですけど、まあ、それより何よりですね、やっぱり、こう、やりとりができるっていうところがすごいところだと思うんですよね。まあ、こっちが言ったことを向こうがちゃんと汲み取ってくれて、向こうが自然な文章で返してくれる。まあそれで自然な会話が成り立つわけなんですけども、まあやりとりができるっていうのがとにかくすごいところと。で、まあチャット GPT 使ってね、リサーチとか何かを調べたりとか、そんなこともできるんですけど、基本的にそういうことってあんま得意じゃないですよね。それよりも、こうやりとり、会話みたいなところが得意なので。なので今回は、まあそんなね、チャット GPT を使って、まあ自分の強みだとか、あとはやりたいこととか、そういうのを見つける方法っていうのを紹介していこうかなと思います。なので今日の動画を見てもらったらわかることとしては、まあそういう強みとかやりたいことを見つけるためにはどんなプロンプトを使えばいいのかというプロンプトの例ですね。あとはまあ実際にそれを使っているところを実演します。あとはそのプロンプトの中身っていうのをちょっとね、簡単に解説をしていこうかなと思います。なので、まあ自分のやりたいことを見つけたい人とか、あとは普通にチャット GPT の使い方を学びたい人とか、まあそんな人は最後まで見てもらうと勉強になるかなと思います。全然ね、プロンプト自体公開するので、自分の持っているチャット GPT でも動くので、はい、すぐに自分でも使えるので楽しみにしてください。はい、ということでやっていこうと思うんですが、とりあえず今回使うプロンプトを最初に見せたいと思います。まあこんなプロンプトを使って自分のやりたいことっていうのを見つけることができますという感じですね。はい、ということで、とりあえずプロンプト見せたいと思います。あ、ちなみにこれ、チャット GPT の GPT-4 の画面ですね。まあここで、有料課金してると GPT-4 選べるようになるんですけど、今 GPT-4 モデルとして選んでいます。これ、チャット GPT プラスって有料プランに入ってないと、これ選べないんですけども、僕は有料プランに入ってるので、GPT-4 を使っていこうと思います。はい、で、プロンプトはこんな感じですね。一応どんな感じのプロンプトかっていうのを読み上げたいと思います。ちょっと飛ばしながら読んでいくんですけど、まあ、全部見たい方はね、ぜひ、動画止めてみてください。とりあえず読み上げるとですね、あなたはコーチングのプロです。これから私に様々な質問をしながら、私の強み、得意なこと、やりたいことを見つける手助けをしてくださいと。で、会話のルールとして、抽象的な質問だと答えにくいため、なるべく答えやすいように、具体的に質問をしてください。質問と同時に回答例を簡潔に示してください。直接的に私の得意なこと、やりたいことなど聞かないでください。なぜか得意なことが2つありました。はい。なるべく関係ないような質問で答えを見つけてください。質問回数は最大10回まで、10回で見つからなければ5回まで追加質問ができますと。はい。で、あと、質問は1回で1つまで。まあ、複数質問したかったら分割して聞いてくださいと。で、できる限りモチベーション上がるように会話を進めてください。強み、得意なこと、やりたいこと見つかったらその時に教えてください。最後に今回見つかった強みややりたいことを活かせる仕事を具体的に教えてください。質問のたびに進捗状況を0から100段階で教えてください。0がスタート、100が答えが見つかった時、進捗は5刻み。という感じですね。で、最後に、NG 質問例ということで、これまでに特に楽しかったりやりがいを感じたプロジェクトや仕事は何ですか？あなたが自分の中で大切だと思っている価値観や信念は何ですか？あなたが挑戦したいと考えている新しい分野やスキルは何ですか？ということですね。はい。飛ばしながら読むと言ったんですけど、なんだかんだ全部読んでしまいました。で、この辺のプロンプトをなんで入れてるのかとか、そういうことに関してはまた後ほど、話をしていこうかなと思うんですけど、とりあえずこんな感じでプロンプト組んでもらうと、まあやりたいことが見つかるのかなという感じですね。はい。で、実際にじゃあ実演をしていこうかなと思います。まあ実演した後にプロンプトの解説をしていこうと思います。はい。そうすると、チャット GPT の方がいろいろと質問をしてくれます。まあちなみにこれ、前回までの動画でGPT-3.5 との比較で言ったんですけど、GPT-4 ですね。GPT の4になってから、3.5 と比べるとかなりスピードは落ちましたね。まあ、さっきの、一番上でね、モデル選ぶところでも、スピードに関しては、3.5 の方が速いって書かれてたんですけど、まさにその通りで。まあ、体感5倍ぐらい遅いなっていう感じですね。
まあ、全然使える範囲ではあるんですけど。はい、ということで、1回目の質問を返してくれましたね。最近あなたが笑顔になったエピソードを教えてください。例として友達との楽しい食事会で笑い転げたことですね。こんな感じで返ってきてます。まあ、ちなみに進捗、今初めなんで 0% ということで。まあ、進捗状況をね、投げてくれました。まあ、進捗に関してはもう進捗分かった方がいいなっていうことで、なんか質問どんどん進んでいくんですけど、これどのぐらいの進捗なんだろうっていうのが僕やってる中で、不安になったので進捗を付け足すことにしました。これおすすめです。いろんなところで使えるんじゃないかなと思います。とりあえず最近あなたが笑顔になったエピソードを教えてくださいって言われてるので、何か適当に考えたいなと思います。まあ、どうしようかな。僕のやりたいこととか強みを見つけたいわけではないので、まあ、自分自身の強みとかやりたいことみたいなのは まあ、会社をやっているとその辺は今までに散々考えてきているので、なんとなくこういうことが得意かな、やりたいなっていうのは分かっているので、なんか動画をね、適当にちょっと考えたいなと思います。まあ、回答例そのままでもいいんですけど、一旦ちょっと難しいので、フェイクで考えるの。回答例そのまま使わせてもらいましょう。友達との楽しい食事会で笑い転げたこと。まあ、これがどういうふうにつながるのかですね。はい、そうすると次の質問を投げてくれます。ああ、楽しい食事会で話が広がってしまった。まあ、なんとなく、あれしますね。適当に答えますね。担当した役割や、楽しい食事会ではあなたが担当した役割や、参加者から受けたフィードバックは何でしたか？料理を提案し、みんなから好評だった。何でしょうかな。あ、ちなみに進捗が増えてますね。ちょっとずつ、100%に向けて動き出しています。あなたが担当した役割、そんな食事会は、なかったので。じゃあ、知り合いに声をかけて、食事会に普段参加しない人が参加してくれた。で、普段会えなかった人に会えたと、まあ、お礼を言われたみたいな感じしましょうか。はい、ということで3回目の質問です。他のシーンでも友達や知り合いをつなげることでポジティブな結果を生んだことがありますか？例として、新しい趣味のグループを作って友達同士を紹介したと。微妙な回答にしときましょうか。あんまりないけど、たまにある。あんまりないけど、たまにある。はい、4回目の質問ですね。ちなみに一応最大10回っていうふうにね、最初の方に、制限つけています。はい、4回目の質問。あなたが最後に学んだ新しいスキルや知識について教えてくださいと。最近写真撮影の技術を学んだって書いてますね。まあ、僕は AI とかチャット GPT 触ってるんで、そこら辺書いてみましょうか。最近話題のチャット GPT や AI について、学んだ。はい、5回目の質問。チャット GPT や AI について学ぶ中で興味を持った具体的なトピックや活用方法は何ですかと。難しいですね。興味を持った具体的なトピック。いや、活用方法。例として、自然言語処理を活用したチャットボットの開発となっているんですが、別にチャットボットの開発に今のところ興味を持ってないので。まあ、チャット GPT を使って、今までの Google 検索では、解決できなかった。解決できること。まあ、めちゃめちゃ抽象的ですけど、とりあえずこれでいいでしょう。チャット GPT を使って今までの Google 検索では解決できなかった悩みを解決できること。まあ、そこに興味を持ちました。なるほど。他の人の悩みを解決することに関して、これまでに経験した
印象的なエピソードは何ですか？友達の仕事上の悩みを一緒に考え解決策を提案した。まあ AI 関係ないって話ですね。まあこれちょっと印象的なエピソードみたいな、なんかちょっと答えにくいようなものなので、まあ本当は答える方がいいんですが、答えにくいから、別の質問。別の質問に変更してみたいな。あ、いや、でもこれやっちゃうとあれだな。いや、これ全然、普段やるとき、まあ、実際にこれ使うときは全然、他の質問にしてとか、答えにくいっていうのを言ってもらっていいんですけど、今回ちょっと、さっきも言った通り制限があるので、3時間のうちに使えるのが、25回までっていう制限があるので、ちょっと無駄に使ってしまうとあれなので、ちょっと無理やり答えたいと思います。これまでに、他の人の悩みを解決することで、これまでに経験した印象的なエピソード。まあ、これも、回答例のまんま行きましょうか。友達の仕事上の悩みを一緒に考え解決することを提案したんですね。はい。7回目の質問ですね、次が。その時どのようなアプローチで友達の悩みに対処し、解決策を提案することができましたか？例として、リスニングスキルを活用して悩みを理解し、アイデアを出し合った。どのようなアプローチで。とりあえず AI の方に話を持っていきましょうか。なんとなく。将来の仕事についての悩みだったため、今勉強している、まあ AI がどのように社会に変化をもたらすのかを解説して、今何をすべきか、明確にしたって感じかな。一緒に明確にした。はい、続いて8回目ですね。将来の仕事に関する情報や知識を得るためにどのような情報源を利用していますか？まあ、YouTube やネット記事。ああ、見つかった強みと得意なことを返してきましたね。見つかった強みと得意なことということで、まあ、1、人と人をつなげる能力、2、情報収集と分析能力、3、AI や技術トレンドに関する知識、4、他人の悩みを解決することに関心があると。で、やりたいことは AI 技術活用して人々の悩みを解決する方法を見つけることか。で、これらの強みややりたいことを活かせる仕事として AI コンサルタントや AI プロジェクトマネージャーとして、企業や個人に対して AI 技術を活用した悩み解決の提案や、プロジェクトの推進を行う仕事がおすすめですと。ということで、進捗100%になりましたね。いや、こんな感じです。まあ、例としてはこんな感じ。まあ、どうですかね。見た感じ。まあ、とりあえずそれっぽいんじゃないかなと思います。ただ、ぶっちゃけですね、今回の会話、あんまり成立し、うまいこと成立しなかったなという感じが、個人的にはあります。これ作ったとき、もうちょっとうまいこと解決してたというか、もうちょっとスムーズに会話ができていたんですけど、今回に関してはいまいちだなという感じです。まあ正直ね。なんか話題が散らかってるような感じがあるのと、あとなんか自分事と他人事っていうのがごっちゃになってるような感じがありますね。この友達の仕事上の悩みを一緒に考えて解決策を提案したみたいなことをそのまま、返して、で、その悩みが将来の仕事についての悩みだったからっていうのを返したら、その将来の仕事に関する情報や知識を得るためにどのような情報を利用しますかって、なんかそっちの方向に、なんか友達の悩みの方向に話が行っちゃったので、これ自分の話じゃないんだけどなと思いながら、とりあえず会話続けたんですけど、なので、ちょっと微妙な感じだったんですけど、普段だったらこれ、微妙だったらもう一回やり直せばいいんですけど、今回は、まあちょっとね、メッセージの上限があるので、まあ今回やり直さずにもうこのまま行きたいなと思います。はい、ちなみに、まあ、もともと全然これ見せる気なかったんですけど、まあ、今の結果が微妙だったので、とりあえず見せたいなと思います。まあ、僕が、このプロンプトを作ってるときにやっていた会話ですね。まあ、基本的にはさっき言ったものとあんまり変わらないんですけど、若干、付け足された部分があったりとか、まあ、進捗が1刻みから5刻みになっていたりするとか、まあ、その辺が若干違うんですけど、まあ、およそさっきのものと同じですね。はい。で、ちなみに、これも、
ちょっとまた言うんですけど、GPT-3.5 ってなってるんですけど、モデル。これ途中まで GPT-4 でやっていたんですけど、そこで上限が来て、途中からね、まあ、ここに書いてあるんですけど、上限が来てしまったので、ここで、GPT-3.5 に切り替わってます。なので、最初から最後まで GPT-4 のまま行ってるわけではないんですけど、GPT-4 の方が、まあ、3.5でもやり取りしたんだけど、やっぱり GPT-4 の方が全然精度高いので、まあ、GPT-4 の方がいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、一応ね、途中でモデルが変わってるっていうことだけ。まあ、だから何っていうわけじゃないんですけど。はい。で、まあ、さっきと同じようなプロンプトで、質問をしたところ、まあ、仕事やプライベートで、最近あなたが誇りに思う達成感を感じた出来事は何ですかって言われました。なので、まあ、これね、テスト用にやってるんで、割とそのまま答えてるんですけど、ブログなら SEO で上がったとか、売り上げ上がった時とか、あとは YouTube だったらチャンネル登録者増えたり、動画の再生数増えた時、まあ、こういう自分が考えた施策で結果が出た時っていうのが、まあ、達成感を感じた時かな、みたいな。で、次にあなたが人に感謝されたり評価されたりした際に、どのようなスキルや評価が評価されましたかみたいな。まあ、試行錯誤するとか継続力みたいなのを褒められることがありますと。まあ、あと他には新しいことにチャレンジする行動力とか何もわかんない中で答えを見つけるっていうのは割と得意かなっていう感じですね。で、休日や自由な時間にあなたが自然とやりたくなる活動趣味は何ですか？動画鑑賞、家族旅行、テレビゲーム、テニスギター。もうこれ普通に。まあまあ、最近こんなことやってるかな。で、あなたがこれまでに学んだ知識やスキルの中で他の人に教えることができると自信を持って言えるものは何ですかと。まあ、これライティングとかって本当は書こうとしたんですけど、とりあえずテストなんで、特にありませんっていう感じで答えました。まあ、なかなかね、自分の、そんな人に教えることができると自信持って言えるものない人が多いと思うので、まあ、ここに関しては特にないっていうふうに答えました。で、ここからが、GPT-4 から3.5に切り替わってるところですね。で、質問号としてあなたがこれまでに経験した中で最も困難だった課題や、壁となった障害は何でしたかと。まあ、これに関してはね、僕ブログとか SE やってるんで、今まで積み重ねてきたものが周りの環境の変化で崩れ去ってしまった時と。まあ、例えばブログだったらコアアップデートによってジャンル自体が厳しくなってしまったりみたいなことですね。はい。で、あなたがこれまでにやってみたことで、自分に合わなかったもしくは苦手だと感じたことは何ですかと。まあ、人前に立つこととか大人数での会話は苦手ですと。まあまあ、これは、まあ今でも割と苦手な方ですね。昔に比べたら全然マシになってますけど、YouTube とかやって。まあでも苦手は苦手。学生時代とか職場であなたが特に好きだった科目や仕事は何でしたかっていうことで。まあ科目聞かれたんでね。まあ数学とか、あと社会みたいな、暗記系みたいなのは得意でした。はい、そんな感じで、聞いたところ。まあここまでの回答をもとにあなたが得意なこと、強みやりたいことを洗い出してみましょうということで、割と洗い出してくれました。まあさっきよりね、さっきの回答よりも、こっちの方が全然親切だなと思うので、一応これ紹介してるんですけど。まあ、あなたが得意としていることは、抽象的な概念を理解し、それを暗記することができること。新しいことにチャレンジすることを自分で考えてアイデアを実現するために努力すること。で、得意なスキルは、論理的思考や問題解決能力、自己学習能力、継続力。で、趣味として挙げられた動画鑑賞やテレビゲームは、創造性や想像力を刺激するものであり、あなたの才能を引き出すことができますと。さらにテニスやギターは、体を動かすことや音楽を楽しむことができ、あなたがバランスを取るために必要なものを提供してくれるかもしれませんっていう感じですね。はい。で、まあ、この時は、じゃあこれ具体的にどういう仕事に活かせるのかっていうところまで出てなかったんで、追加で質問をしました。具体的にどのような仕事に活かしたらいいと思いますかっていうふうに質問をしたら、さっきの得意なスキルとか趣味は、まあ、幅広い業界や職種に活かすことができます。ということで、まあ、プログラマー、デジタルマーケター、ビジネスコンサルタント、教育関係の仕事という感じで、教えてくれました。まあ、論理的な思考とか自己学習能力が求められるから、プログラマーいいんじゃないのとか、まあ、暗記力でデジタルマーケターは微妙だなとは思いますけど。まあでも趣味と動画鑑賞やテレビゲームと結びつけて楽しみながら働けるっていうのはまあまあ確かにその通りかなと。あと問題解決能力が求められるからビジネスコンサルもいいんじゃないとか。まあまあ、割と真っ当なことを言ってくれてるなとは思います。こんな感じですね。これ、番外編というか、全然この話には直接的に関係ないんですけど、せっかくやりとりをしたんで、もっといいプロンプトにならないかなと思って修正してくださいっていうふうに言ったけど、ダメでした。もうめちゃくちゃ、なんかこっちが、今回のやつをただただまとめただけのやつになっちゃったんで、プロンプトの修正まではうまいことはできなかったんですけど。はい、まあこんな感じですね。はい、まあこんな感じで、自分のやりたいこととかっていうふうに見つけるためにチャット GPT を使うこともできますということですね。まあ、冒頭でも言ったんですけど、こんな感じで、
ブレストというか、やりとりするみたいなのがすごく得意なので、まあ、その辺を活かしてあげると、割とチャット GPT の魅力っていうのを引き出せるんじゃないかなと思います。そんな感じで、プロンプト自体は、まあ、使ってもらえればいいのかなと思うんですけど、最後にですね、まあ、今回のプロンプトですね。まあ、それぞれ、まあ、いろんなことを書いたんですけど、まあ、なんでね、そういうことを書いたのかっていうのを簡単に解説をして、今日の動画終わりにしようかなと思います。はい。で、まず最初ですね。あなたはコーチングのプロですというところから始まっています。で、これ何をやってるかっていうとですね、まあ、とりあえず最初にこちら側がどういうことを期待しているのかっていう役割を明確にしています。まあ、そうすると、チャット GPT としては、あ、こういう立場で話せばいいんだっていうのがわかるので、まあ、回答っていうのの精度が上がります。まあ、これ基本的にどんなプロンプトにでも入れる方がいいです。まあ、今回はあなたはコーチングのプロですっていうことで、まあ、やりたいこととかを見つけたいっていうことだったので、まあ、それの専門的な人って誰だろうっていうので、コーチングっていう職業だったんですけど、別に全然コーチングじゃなくて別の、人でもいいんですけど。で、まあ、割とざっくりコーチングのプロっていう感じにしたんですけど、まあ、ここで年齢層とか性格とかそういうのを指定しても全然 OK です。まあ、その方が、自分の求めるものに近くなるかもしれないです。まあ、例えば、50代男性でベテランで、現実的で厳しいことでもちゃんと教えてくれるとか、あと20代女性で褒め上手、優しく絵文字を使って教えてくれるみたいなことを書けば、そういう感じの会話にしてくれます。はい。まあ、何にせよ、とりあえず最初に役割明確にするということですね。で、次に書いたのが、これから私に様々な質問をしながら、私の強み得意なこと、やりたいことを見つける手助けをしてください。ということで。まあ、何してほしいかですね。まあ、これないと、セルフどうしていいかわかんないんで、チャット GPT 側も。なので、ここで何をしてほしいかっていうのを言ってます。で、あと、ここからは、まあ、会話のルールみたいなのがいろいろ続くんですけど、その中であったものも、まあ、全部じゃないですけど、いくつか紹介するとですね、まあ、抽象的な質問だと答えにくいから、なるべく答えやすいように具体的に質問をしてくださいというのを書いてるんですけど、まあ、これは単純に、答えにくい質問をさせないようにですね、まあ、結構何にもルール持てずにそのままやるとですね、割とめんどくさい質問ばっかり飛んでくるんで、なんかそれに答えられるんだったらわざわざこんなことしてないんだけどな、みたいなのが出てきちゃったりするので、なので抽象的なものじゃなくて、なるべく具体的なものにしてねと。で、あともう一個、質問するときに質問と同時に回答例を簡潔に示してくださいっていうふうにも言ってます。まあこれもですね、何も書かないと普通に回答例とかなして質問だけが飛んでくるんですけど、そうすると向こうがどういうことを期待してるのかがわからなかったりするので、まあ回答例ある方がわかりやすいし答えやすいので、まあ、ブレストとかそういうのをするときは、この回答例を出してくれっていうのはお願いしてもいいかなと思います。はい。で、続いて、まあ、これは結構大事だなと思うんですけど、直接的に私の得意なこととかやりたいことなど聞かないでくださいっていうふうに、ルールに書きました。で、これもですね、これ書かないと、何も指示しないとですね、普通にそういうことを質問してくることがあるんですよ。例えば、あなたがこれからやりたいことなんですかとか、あなたの得意なことを教えてくださいみたいなことを聞いてくるんですけど、それ分かれば、まあそんなやりたいこととか強みみたいなのをチャット GPT とブレストなんてしないので、まあそんなこと聞かないでくれっていうことですね。はい、そのために、そういうものを直接聞くなっていうふうにしています。で、なるべく関係ないような質問で答えを見つけてくださいっていうことも入れたんですけど、まあこれも割と、まあものによってはね、入れておく方がいいんじゃないかなと思います。まあものによってはって今回みたいなものに関しては。で、これで入れないとどうなるかっていうとですね、さっきのやりとりの中で、一発目の質問が、最近あなたが笑顔になったエピソードを教えてくださいだったんです。で、これ出てくるのは、多分、このなるべく関係ないような質問で答えを見つけてくれっていうのを言ってるからで、これ入れないと、もうめちゃめちゃ仕事に関することとか聞いてくるんですよね。あなたが仕事をしていて、なんかやりがいを感じた瞬間ありませんかとか、まあそういうことを聞いてきたりするんで、いや、それもですね、割と、答えに近いもので答えにくかったりするので、だからなるべくその仕事とかそういうの関係なく遠回しに聞いてねっていうのをここで、まあルールとして、追加しています。で、あと、ここからは、まあ質問の回数とかですね、質問回数は最大10回までっていうふうにしています。まあこれもですね、何にも書かないと、まあ無制限に質問されて、これずっと答えていったらほんまに答えにたどり着くんだろうなっていうのがあったので、質問回数、質問の最大回数っていうのを限定しました。まあ最初は限定してなかったんですけど、プロンプトを作った時っていうのは。まあでも、それが20回も30回も続いて、結局、ね、どうにもなりませんってなったら、この答えた時間無駄になっちゃうので。はい、だからまあ一応そのぐらいで、答えにたどり着いてねっていう感じにしてます。まあただ言ってもですね、10回で答えにたどり着くかどうかはわからないので、一応保険みたいなのもかけておいて、10回で見つからなかったら5回まで追加で質問できますっていう感じにしています。まあそうすると、結局10回、答えたんだけど、でも全然だなって思っても、多分10回までって言ったら、
それで無理やり答えてこようとするんですけど、でもそういうのを求めてるわけじゃないので、だからそれで答え見つからないんだったらもうちょっと聞いてねっていう感じにしてます。ただそれに関しても、めちゃくちゃ、じゃあ追加で100回聞かれても困るので、一応ね、回数を限定しています。で、質問は1回で1つまで、複数質問したいことあったら部活して聞いてくれっていうふうにも、まあルール言っているんですけど、これもですね、追加しないと、結構大変なことになります。まあ、てか実際最初追加しないでやってたんですけど、そうすると大変なことになる。で、そうするとどうなるかっていうとですね、一回でね、複数の質問をしてくるんです。だから一回のこのメッセージの中で質問みたいなのが5個とか10個とか並んで、これ答えてくださいみたいな。いや、めんどくさいじゃないですか。そんなのするのってめんどくさい。全部打っていくのって大変なんで。だから一回のメッセージの中で一つだけ聞いてね、複数の聞きたいことあったら分割して聞いてねっていうふうにしています。はい。まあ、実際のその誰かの悩みを聞くときでも、なんかまとめてね、もらうってしないじゃないですか。一つ一つやりとりをしながら、その深いことを聞いていくのが大事だと思うので、まあ、そういうふうにしています。で、続いて、できる限り私のモチベーション上がるように会話を進めてくださいですね。まあ、これはね、ちょっと贅沢なというか、まあ、お願いなんですけど、いや、せっかくやりとりをする、そのコーチングのプロとしてやりとりをしてもらうんで、せっかくだったらモチベーション上げてもらおうということで、追加をしています。はい。まあ、褒めてくれたりします。はい。まあ、これはぶっちゃけ、そんなに回答の精度とかそんなには関係ないかなと思います。はい。そして強み、得意なことをやりたいことが見つかったらその時に教えてくださいということで。まあ、別に無駄に質問に答えたいわけではないので、答えが見つかったらその時になるべく早く教えてねっていう感じです。はい。あとは進捗状況ですね。まあ、質問のために進捗状況0から100段階で教えてください。0がスタート、100が答え見つかったとき、まあ、進捗は、まあ、5刻みっていうふうにしました。まあ、これ別に刻み何でもいいです。1刻みでもいいです。10刻みでもいいです。まあ、一応5にしましたけど、まあ、10でもいいかなとは思います。はい。まあ、進捗状況わからないとね、例えば質問5個されたときに、この質問どんだけ続くんだろうってなっちゃうので、まあ、今回に関しては最大の質問数を限定してるので、別にそこまで思わないんですけど、最大の質問数を限定せずに、例えば進捗何もわからないと、もしかしたらこれ100個とか200個あるってなると、もうその時点でモチベーション下がっちゃうと思うので、まあそうならないように、しています。なので最大の質問数も区切るし、まあその質問の中でもなるべく早く見つかればそれに越したことはないので、なので、進捗状況っていうのはわかるようにしました。はい。で、最後に、NG 例として、こんな質問やめてねっていうのも具体的に追加しています。で、どんなのが追加されてるかっていうと、これまでに楽しかったり、やりがいを感じたプロジェクトや仕事は何ですかとか、あなたが自分の中で大切にしている、大切だと思っている価値観や信念は何ですか、あと、あなたが挑戦したいと考えている新しい分野やスキルは何ですかっていうのは NG 質問例にしています。で、これなんでこの NG 質問例を入れているかっていうとですね、この NG 質問例を入れる前、プロンプトの中に入れる前に、チャット GPT がこういうふうに返してきたんです、これ。まあ、要するに最初にこういうふうに聞かれたんです。その自分のやりたいこととか見つけることを手助けしてくれっていうふうに言ったら。聞かれたんですけど、その価値観とか信念とか、まあこれから挑戦したいと考えている新しい分野とか、そんなのが分かったら苦労しないよっていう話で、それが分からないからブレストをしようって言ってるのに、なんかその答えに近いものを返さないでほしいなと思ったので、そういう聞いてほしくないものっていうのは NG 例に指定してやりました。まあそうすると、こういうもの、まあこの例に近いようなものっていうのは聞かれなくなるので、まあ自分の思ったような質問を返してくれるという感じですね。はい。まあ、という感じで、まあ、チャット GPT を使って自分のやりたいこととか強みを見つける方法っていうのを解説してきたので、まあ、今回のこのプロンプト使いたい方はぜひね、使ってみてください。概要欄とかに、まあ、リンクを貼っておこうかなと思います。で、まあ、今回のものっていうのはあくまで僕が試した時に、まあ、これである程度うまくいったっていうものなので、まあ、この動画を見ている方の環境で、まあ、そのタイミングでやっていいものが返ってくるのかっていうと、ちょっとわかんないです。まあ、今回の動画でもね、最初にやった時に、いや、結構微妙な回答が返ってきたなと思うんですけど、まあでもまあまあまあ、それはそれで、まあリアルなあれだと思うので、まあとりあえずそのまま、動画を公開しちゃおうかなと思うんですけど。なので、これこのまま使ったら絶対にいいものが返ってくるっていう感じでもないです。まあ AI なんでね、その時々によって質問とか返してくるものって違うので。だから、今回のプロンプトっていうのを参考にしながら、まあ自分なりにいい答えというか、求めるようなものが返ってくるように、プロンプトとか調整してもらえればなと思います。はい。そんな感じで今回はプロンプトの例っていうのを紹介したんですけど、まあ今後の動画に関してね、まあちょっと同じようなプロンプトの例みたいなのはいくつか出してみようかなと思います。まあこういうのをやりたいときはこんなプロンプトを使うといいよっていう感じですね。で、なんでこれをするかっていうとですね、僕はこのプロンプトを考えるっていうのがめちゃくちゃ最近楽しくてですね、まあいろんなプロンプトを考えているんですけど、せっかく考えているならこれを困ってる人にもね、使ってもらう方がいいんじゃないかということで、
まあ、その動画を作ってみようかなと思っている感じですね。はい。まあ、結構ね、多分チャット GPT を使ってるけど、このプロンプトどういう風に組んだらいいかわからないっていう人が多いのかなと思うんですね。まあ、最近プロンプトエンジニアなんていう言葉があってね、このプロンプトを作るっていうのが仕事になるんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、まあ、僕は全然そういうのを仕事にしたいわけではないんですけど、まあ、結構チャット GPT を触っていて、いろんなプロンプトを作ったりしているので。はい。まあ、そういうものをね、紹介していこうかなと思います。で、今回、まあ、作ったプロンプトに関して、まあ、さっき解説をしたんですけど、じゃあ、その、今回のね、そもそもこのプロンプトってどういう流れでできてるのみたいな話はまた次回以降に動画で解説をしようかなと思うのでね、そのプロンプトの作り方とかそういうものを学びたい人もぜひ見てもらえればと思います。まあ、今後も最新 AI についてどんどん解説をしていこうと思うので、ぜひよかったらチャンネル登録してください。はい、ということで、最後に、本の紹介して終わりたいと思います。2022年11月18日に初著書ブログライティングの教科書を出版しました。今までになかったブログ記事の書き方に特化した本ですね。18年のブログ経験凝縮したブロガーウェブライターにおすすめの一冊になっているので、まあ、ぜひね、買ってない方は買ってください。全国の書店、Amazon、楽天などで買うことができます。はい、ということで今日の動画をこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。文章を書いた際、Notion AI に間違いチェックを行ってもらおうと思ったのですが、なぜかリライトされてしまいます。間違い文字だけ修正してもらいたいんです。どう指示すればいいでしょうか。いやー、その辺はね、もう AI の都合なんでわかんないですね。見つけてもらうしかないですね。多分修正しないでくれ、間違いだけを修正してくれって言っても多分無理だと思います。もうそれはなんか諦めるしかない。そこまで厳密には言えないので。あ、それかね、例を出すといいです。例を出すとちゃんと学習するんで、例えば、こんな感じで間違いをチェックしてください。で、間違ってる文章、正しい文章、こんな感じでこの文章をやってねみたいにすると、それと同じようにやってくれます。すげえです、AI。そんな感じで、追加で学習をさせることができるんで。まあ、ゼロショット、ワンショット、フィーショットみたいなね、言い方をするんですけど、それの。ゼロショットっていうのは、だから追加学習とか何もなしでやらせるみたいな。で、ワンショットっていうのは、一個だけ例を出して、それでやらせるとどうなるか。で、フィーショットっていうのは、いくつか例を出して、やらせるとどうなるか。まあ基本的にフィーショットで、例が増えていくとどんどん精度上がるんですけど。はい、そういうのがやります。具体例示されてると AI もそれで、あ、なるほど、こういうふうにやればいいのかっていうのを理解してやってくれるんで、精度上がると思います。それは他のものでも同じです。だから、例えばね、例えば、まあこれもまた改めて動画出そうかなと思いますけど、ブログのじゃあタイトルを考えるっていうときに、タイトルをそのまま丸投げするっていうのはもちろんできるんですけど、そうじゃなくて、自分の中で、このタイトル上手だなっていうのをストックしておいて、それを指示と一緒に出す。だから、このタイトルみたいなやつで、このキーワードでタイトル作ってるっていうと、かなり精度上がると思います。いいタイトル作ってくれると思う。これ記事構成で他のもんだけど何でも同じなんですけど。いや、そんな感じ。なんか、AI、しょうもないとかって言ってる人はそういう使い方を、マジで学んでほしい。AI 使えないみたいな言ってる人は、ただ使い方悪いだけなんだ。そうです。学習してくれますよ。それもね、僕動画出してるんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、チャット GPT のことを最初に解説した動画の中でそういうことをやってるはずです。なんで、牡蠣の美味しい食べ方かなみたいなのを言ったときに、牡蠣って、その海のね、牡蠣と、あと、果物の牡蠣があるじゃないですか。それをひらがなの牡蠣で言ったんですけど、それって AI は最初はわからないわけですよ。どっちのこと言ってるのか。で、どっちのこと言ってるかわからないから、多分、海の牡蠣として、返してきたんですけど、それに対して、いや、果物の柿だよっていう話をして、その後同じようにひらがなの柿っていうのを書いても、その AI はその果物の柿のことだとして話を進めてくれるんで。まあそういう感じで学習もさせることができます。まあ、ほんま使い方次第です。すごいのは間違いないんで。だからそれをうまく使えないとか、ダメだって思ってるのはもう自分の問題です。エヴァーノート使っていますが、Notion AI があればエヴァーはいらない。まあ、人によると思いますね。エヴァーノート。そのエヴァーノートはエヴァーノートの良さがあると思うので。まあでも僕もエヴァーノートも使ってないですね。昔は使ってましたけど、10年ぐらい前エヴァーノートめっちゃ使ってましたけど、もう全然使わなくなりましたね。今、ノーションしか使わない。
なんか、ノーション AI があれば映画のといらないかって言われたら微妙なんですけど、ただ、ノーション AI 使おうと思ったら、それはノーションでしか使えないので、それならエヴァノート使えないよねってなると思います。どっちかですよね。なっちゃんママさん、テーマにしたい特定の職種の求人系 AST が少なすぎて絶望。ブログでは収益化はあまり考えず、仕事の魅力や体験談を発信したり、企業への取材を重ねて、業界全体の認知度を上げつつ集客したいと考えている。将来的にはその職種専門の求人サイトを作り、求人の掲載料や全広告で収入を得たいです。この計画についてどう思いますか？また、求人サイトをフル外注で作ろうと思ったら、最低でも数百万円はかかるでしょう。まあ、話としては面白いなと思います。その前提で、僕の意見を言うとですね、この計画についてどう思いますかっていうのは、どのぐらいの覚悟と、どのぐらいの、期間を見越してやろうと思ってるかですね。まあ、これね、言おうとしてることは何かっていうとですね、マイナビとか、インディードとか、変転職は違うか。なんかそういう求人のものを作るって言ってるのと同じなんで、もうそういう事業を立ち上げたいって言ってるのと同じです。今言ってるようなものをやりたかったら、ちょっとだけあってもしょうがないわけですよ。その求人の掲載料とか、そういうものでお金を取ろうと思ったら、かなりの数がいるんで、で、そんな、何でも何かわかんないようなところに、誰も掲載しようと思わないので、だからかなりの規模でやっていかなきゃいけないので、そのフルピッチどうとか、そういう話ではなくて、めっちゃ金と時間かかります。もう、数千万とかでも全然足りないぐらいだと思います、ね。まともにやろうと思ったら。作れますよ。側は作れます。その、求人サイトフル外注で作ろうと思ったら、最低でも数百万かかるか。数百万あったらできます。側はね。側っていうのは、そのものはできる。ものはできるんですけど、そこにどうやって人を呼んでくるとって大事なんで、その、どうやって人を呼んでくるっていうところで多分めっちゃ金かかります。もう死ぬほど金かかります。もう数百万なんかじゃ何もできないです。その広告費で言うと。数千万でもきついです。数千万出したところで呼べる人なんてたかが知れてるんで。もう数億円とか。トータルで見たらね、一発でその金額がいるとかじゃないけど、なんかそんな金額になると思います。プラス、5年、10年と。5年でもどうもならないと思いますけどね。まあ、よっぽどうまいこと戦略でメディアとか使いながら、SNS 使いながらやっていけるんだったら別なんですけど。普通にそういう感じの計画なんで、まあ、それをどう思うかです。その、言ったらブログとかのあれではできない。ブログの延長上で、そのブログみたいにパソコン1台で記事書いて、お金もほとんどかけずに稼げるみたいな、そういうものではないので。もう人にも会いまくらなきゃいけないし、システムに金かかりまくるし、広告にも金かかりまくるしなんて。まあ、とても自己資金でどうこうならないので、もう、どっかからお金を借りてとか、投資を募ってとか、そんな話になるかなとは思いますね。まあ、そんなのは多分想定してないと思うんで、だから基本的にはお勧めはしないって感じですね。まあ、しかもそうだとしてもうまくいく見込みっていうのはかなり低いと思います。これは。何やろうとしてるのか分かんないんですけど。結局、求人サイトもうすでにあるんで、大手があるじゃないですか。上場企業がやってるんで、そこでいいじゃんってなっちゃうんで。だからそうじゃない。君に出すメリットがあるんだっていうので、その職種の、その職種の会社がほとんどが登録するようなところになるんだったら別なんですけど。いやー、そこまで行くのはもう、めっちゃ大変かなと思います。AI 学んでいくには中西さんの動画以外のおすすめありますか？ AI は、まあ、何学びたいかによりますね。AI の何学びたいの？そこによります。まあでも普通に本ですかね。まあ動画、あんまりでも動画出してる人いないんだよな。少ないし。AI 関連の本とかは、多いかもしれないですね。まあ僕もいろいろ買ってますけど。機械学習&ディープラーニング。とか、まあ、図解でわかるやつとか、自然言語処理の基本と技術。まあ、動画でも学んでますけどね。あとは人工知能のための、人工知能プログラミングのための数学がわかるもの。こんなんとかね。まあ、いろいろあります。まあ、もっといっぱいありますけど。手元にあるのは、ちょっとこんなもん、ね。まあ、めちゃくちゃ数学の話が入ってくるんでね。AI について学ぼうと思うと。まあ、AI っていうか、機械学習とかについて学ぼうと思うんで、もうめっちゃ数学入ってきます。ベクトルとか、サイン、コサインとか、めっちゃ入ってきます。微分とか、どこで使うんとか思ったじゃないですか。ここで使います。めっちゃ出ます。だから、その文章を生成するときに、
そのベクトルみたいなので、このベクトルとこのベクトルっていうのが近いのがあるっていうので、内積を取るんだけど、内積を取って、で、それで関連度の高いやつをキーワードとして選んで文章を生成するみたいなことを中でしてるんで。だから数学的な知識もいるんでね。まあそんな難しい知識はいらないです。僕も別にそんな数学できる方じゃないんで。まあでもそういうのを見たときに、わって思って、もう学ぶ意欲がなくなる人と、あ、面白いから勉強しようっていう人で分かれると思うんで。まあ僕は割とそういうの好きなんで、勉強しようと思う方なんですけど。って感じかな。まあ AI に関してはね、そんなにないですね。おすすめのやつって。まあめっちゃ理論的なことでいい。を学ぶっていうので、よかったら、ありますよ。アイシアソリッドプロジェクトさんですね。この人のチャンネルはめっちゃわかりやすいと思います。その AI について、今言ったような話っていうのをずっと教えてくれてます。ただめっちゃ難しいです、普通に。中身がどうなってるのかですね。AI の仕組みみたいなところをめっちゃ教えてくれてます。だからトランスフォーマーっていう、深層学習モデルがあるんですけど、なんていうか、これが元になってるんですけど、今のチャット GPT、GPT もそうだし、Google が検索のアルゴに組み込んでるパートっていうのがあるんですけど、その GPT も T じゃないですか、最後。で、パートも最後 T で終わるんですけど、この T 何っていうと、トランスフォーマー T なんですけど、このトランスフォーマーっていうのが出てきたことによって、めちゃめちゃ効率よく、その学習ができるようになったんで、AI っていうのはめちゃくちゃ進化したんですけど、まあこれ作ったのは Google なんですけど、トランスフォーマー作ったのは。このトランスフォーマーの仕組みがどうなってるのか。まあエンコーダー、デコーダーモデルとかがあって、そのエンコーダーに入力を入れて、デコーダーから出力する文章が出てくるんですけど、この中身です。がどうなってるのか。まあさっき言った微分がどうとか内積がどうとか、そういう話を解説してくれてます。まあかなり多分本人的にはわかりやすくやってくれてるんですけど、それでもめっちゃ難しい。で、それぞれですね、GPT がどうなるとか、バートがどうなるとか、そういうこととかっていうのを解説してくれてます。こんだけがっつり解説してくれてるのなかなかない。まあ、おすすめっちゃおすすめ。こたつ記事しか書けないようならブログやめた方がいいですかね。AI の台頭で今後は不安です。なんで別に戦略したいです。こたつ記事しか書けないんだったら別にこたつ記事で、稼げるような戦略考えていけばいいんですけど、それができないんだったらやめた方がいいかなと。まあ、こたつ使いってもね、正直そんなに面白いわけじゃないから、長続きしないですけどね。僕の経験上。やっぱ誰かの役に立ってるっていう実感がある方が、長続きするんで。まあ、やめる必要はないですけど。まあでもしんどくなるしかないので、どう考えても。なんか違うやり方考えた方がいいかなと思います。そうですね。辞書的に使いたい場合は紙の方がいいですね。パラパラめくるみたいなのはね、Kindle 版だとどうしてもできないんで。なんか最初から順番に読んでいくってなると Kindle でも全然関係ないんですけど。10ページごとにめくるとか、ざっくりめくりたいといったか、そういうことはできないんでね。僕も紙版と Kindle 版とか買うことありますね。まあ Kindle あんま、最近 Kindle で本読まなくなっちゃったんで、Kindle 買うこと減ってますけど。まあでもどっちを持ってるやつめっちゃありますね。めちゃめちゃいっぱいあります。まあ僕の場合は多分逆で、Kindle で良かったものを、書籍買ったパターンが多いですね。まあこういうね、背景で使えたりもするので。普通は紙で良かったら、Kindle 買うとか、そういう人も多い気がしますけど。あ、文職 TV 登録者7万人超えたんですね。ありがとうございます。あれついてる。そうなんです。7万人超えました。ちょうどね、3年ぐらいなんですよ。丸3年ぐらい。文職 TV 始めて。まあ、丸3年で7万人超えたっていうのを、早いと見るか、遅いと見るか、あなたしたいです。いや、どうなんですかね。僕としては。まあ、さすがに1年ぐらいやった時に、あ、これ時間かかるなと思ったんですけど、やる前はもっと早く行くと思ってました。まあ、特にコロナとかも来てたんで、ね、巣ごもり需要みたいなのもあるし、YouTube 自体の視聴回数も、全体の視聴回数めっちゃ増えてたんで。まあ、その波があって、1年で10万人超えるかなと思ってたら、いや、全然超えなかったな。マジで全然超えない。びっくりする。気をつけた方がいい。ほんまに。まあ、でも、3年やってれば7万人超えるんだということで。まあ、継続は力なりじゃないんですけど、継続してりゃうまくいくわけじゃないんですけど、まあ、でも、こう目標を持って、まあ、試行錯誤を繰り返しながら継続していれば、それなりの結果は出るもんだなと。やっぱね、遅咲きなんですよね、僕。自分で言うのもなんなんですけど。ほら、ブログとかもそうなんですけど、ブログもだって2005年からやってて、僕月100万超えればね、11年とかかかってるんですよ。11年ですよ。で、途中3年ちょっとぐらい代理店とか ASP で働いてるんで。いや、それでさ、11年、ブログ11年やって3年間 ASP とか代理店で働いてたら、いや、そりゃ月100万ぐらい稼げるよって言ってもいいでしょ。
だって他の人なんて、ね、1年とか2年とかで100万円稼げる人だって割とゴロゴロいるわけで、まあ今のブログ系のインフルエンサーって大体そんな感じじゃないですか。なんか、自分にもうまくいかない日がありました。とかって言うけど、いやいやいや。でも1、2年で100万稼げてるわけで、そんなの挫折にカウントしないでしょ、普通に。挫折しましたみたいなこと言う人いますね。こっちが、何年かけて月100万円いったと。まあだから下積み長いんでね、割と。まあ別に、なんていうの、すぐにうまくいくのがダメって言ってるわけじゃないですよ。別にそれはそれで、そういうのに憧れる人がいるのかわかるし、そういうやり方っていうのを目指したい人もいると思うんで、別にそういう人は、なんかそういう人から学んだらいいかなと思うんですけど、僕はあんまりそういうことを教えられない。自分ができてないことって教えられないじゃないですか。でも逆に、あんまりこう、すぐにうまくいかなかった。なんか下積み期間が長かったからこそ喋れることとかもあると思うので、なんかそういうのを伝えられればいいなと思う。だから、なんとなく積極臭くなっちゃうんですよね。YouTube のコメントとかでも、お前めちゃ上から目線やなとか、偉そうやなみたいなのが言われるんですよ。それはしょうがない。もうそれ許してほしい。だって何かを教える立場なわけで僕は、まあ一応ね、YouTube で。まあビジネス系 YouTuber みたいな感じで、ブログとか最近になったら AI について話をしてるんですけど。いや、それは、そういうのを教える立場と、まあ視聴者の方は言ったら学ぶ立場なわけです。そうするとどうしたって、別に偉そうに語ってるつもりはないけど、なんとなく上から目線になるとしょうがない。だって目線合わせたら意味わかんないことになっちゃうんで。こんな YouTube の動画でへりくだられたって面白くないじゃないですか。まあだからエンターテイメントみたいなもんだと思ってほしいなとは思います。まあでもおかげさまで7万人を超えました。まあでも YouTube じゃないんですけど、YouTube だけに限らないんですけど、まあ何でも3年ぐらい必死でやってれば、ね、それなりの結果は出るんじゃないかなと思いますよね。まあこれブログでも、何でもいいんです。プログラムでも、ライターでも、他の副業、何でも本当にいいんですけど。だって YouTube めっちゃ時間使ってますから、この3年間。もう何千時間、換算して、ね、数えてないですけど、すごい時間使って、すごいお金使ってやってきてるんで。いや、それは多少なりとも、結果出てもらわないと困るんですよね。その気が向いた時に1日30分やってるとか、そんなんじゃないけど、毎日毎日動画出してるわけで、それ今でもやってる。まあ、去年の12月から、平日5日間だけにしたんですけど、それでも平日5日間毎日動画出せて、今日もこの後台本作って撮影しないと、まずいんですけど。そんなのがずっと3年間続いてる。まあ2年半以上は土日もなく、年末年始もなく、お盆もなく、ずっと動画上がってたんで。我ながらよくやったなと思います。まあもちろん一人でやってるわけじゃないと。見てくれる人がいて、その動画を編集してくれたり、一緒に作ってくれる人がいて、成立していることですから。改めて、ありがたいです。11年かかっても月100万円すごいですよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。まあ、しかもその11年もめっちゃいい時期なんでね、その時期的に言うと。だから今から始めて11年なのか、それとも2005年からの11年なのかって全く違うみたいですか。まあ、アフィリエイトも、まあ、言うてもブログもまだまだ市場的に伸びていた。検索の需要とかもめちゃめちゃ、うわーって伸びている時なので。まあ、でも、ね、それは全員が全員結果出るわけじゃないので、まあ、とりあえず、まあ、そんなに大きな結果じゃないんですけど、まあ、長い期間頑張ってやってきたことで、多少なりとも結果出せてよかったなと思います。